こんにちは。こんにちは。いてまいチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。もう喜ばれる営業設計士の橋でございます。よろしくお願いします。最近僕も、はい、SNS とかどちらかというとちょっと発信するというのも、うん、読む方というか、僕の友達とかいっぱい来ると、はい、お仕事つながってる人とかどんな活躍してるのかなみたいなんで、もっぱら見る方ばっかりで、うん、自分から発信することってそんなないんですけど、なるほど。やっぱり SNS 見てるとね、めっちゃ広告出てきますよね。さっきね、原さんとなんか SNS、Twitter の広告の話とか、昔 Twitter 広告なかったですよねみたいな話してたじゃないですか。ね、Facebook とか、最近ね、すごくやっぱりこう広告が出てきて、結構なんか、あんまり大ぶれしてないっていうんですか、僕とかやっぱり会社経営してるんで、この経営者向けのコンテンツとかみたいなとかが、結構広告出てきたりするんですけど、多分ね、いろんな個人事業でやってはるとこが広告出してるんやろうなと思われるとことか、結構大手の、誰が聞いても知ってるような会社とかの広告とか、いろんなのがありますけど、皆さん試行錯誤しながら多分ね、集客というか、何かセミナーの受講者集めたりとか、商品をこう知ってもらうための PR だったりとか、いろんなことされてると思うんですけど、やっぱりこう集客とか商品売ったりするのに皆さんね、かなり苦労してやるような感じかなって思ってまして、本当これっていう本当なんていうんですか、コツっていうのはもしかするとないんかもしれないですけど、林さんの経験値で、いやこれ知ってたら絶対大きなアドバンテージになりますよみたいなコツがあったらちょっと教えてもらいたいなと。そうですね、僕はいつもアメリカのマーケティングの権威の人で、ダン・ケネディという人、有名な人ですよね、ダン・ケネディさんってね。あの人がいつも言ってる 3M、住友 3M じゃない違います、はい、3つのね、頭文字を取って、3M っていうの、メディア、メッセージ、マーケットの3つ取って 3M、これを、しっかり把握して、アピールしていくっていうことを大事にしなさいよっていうのがあるんですけど、僕もいつもお客さんのところにお手伝い行く時にはそれ原点で、ここのメディアは何使うべきなのか、ターゲット誰なのか、メッセージ誰なのかって考えながらやるんですけど、ここは非常に大事だなと。で、大手はお金があるんで、とりあえずバーッと、とりあえず出るんですね。確かにね、いろいろこう試してみることもできるでしょうね。で、とりあえず風打ち当たる、でブランドさえ高めればいいっていう戦略なんで、あんまり広告で物を売ろうっていうよりは名前知ってもらおうみたいな戦略なんですけど、中小企業の場合はやっぱりお金も少ないですし、限られた予算の中でね、やらなあかんから失敗許されへんみたいな感じですね。やっぱり広告で売りたいじゃないですか。そうですよね、名前売ってからとかそういうことじゃなくて、どうしようかなと思った時に、この 3M が非常に、一つはまず何から考えていくかというと、まずマーケットの M、 市場ですね、マーケット、誰に売りたいかということですね、で彼が言ってたのは、間口ね、入り口の間口が1インチで、深さ60フィートみたいな、ものすごいニッチですよね、こんだけで、でも人は結構おるよみたいな、こんなマーケットを探しましょうね。例えばなんか釣りの、そうね、なんか釣りの中でもなんかグリ釣りみたいな、あゆ釣りだけとか、こういう深いゾーンに、行って、で一個一個潰していきな、なるほど、次はグレ、次はタイ、釣りってやると間口が広すぎて、そうですよね、コストもお金もないみたいな形になってくるんで、こういうことを考えましょうっていうこと、それと今度誰に会うって言ったら、それに対するメッセージですね、M、 次のメッセージの M は、どういう売り方、あゆ釣りの何に困ってるのか、あゆ釣り当然みんな上手くなりたいんですけど、でもその中でもうちはあゆ釣りの毛針が得意で、毛針で釣るのかな、ちょっと分かんないです、おとりとかね、おとり釣りとかあね、友釣りとか、友釣りね、ああいうものをもうプロが揃ってて、すごい友釣りが上手くなる道具がありますみたいなとか言ったら、友釣りかみたいな、分かりやすいですよね、たらこうお客さんも、見つけやすい、あゆ釣りで困ってる人が、ああ友釣りこれ俺困ってることちゃうのみたいな形になりやすいですよね。でこれを、まず深めていこうと、で最後メディアの M です、メディアっていうのは何、媒体ですよ、発信する媒体ですね、そう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 、
テレビなんか、はい、雑誌なんか、はい、チラシ、はい、広告なんか、ポスティングとか、そうですね、はいはい、でまあ今野田さんも言ってましたけど SNS がやっぱりいいのかなとか、はいはいはい、で例えばインターネットがいい、うんうん、Google 広告がいいのかなとかあるじゃないですか、はい、そのメディアをまず選ぶっていうことを、はい、これこの3つを選んで、まずターマーケット、さっきも言ったら釣りの、はい、あゆ釣りの人で、この人の友釣りのメッセージを書いて、はいはい、で釣りのする、まあ、メディアやったら多分釣り新聞か分からないですけど、はいはい、ニュース、はい、釣り雑誌の方が、あ、釣り雑誌ありますね、のは変ちゃうかなとか、はいはいはい、SNS よりとか、まあ、釣り好きな人ばっかり見てますもんね、うん、確実に見るねっていう方がいいのかなとか、また Facebook で釣り仲間を集めて、うんうんうん、そこにあるの方がいいのかなとか、はいはい、そういうことがあるじゃないですか、はい、そういうふうにやってこう賢くやっていきましょうっていう意味で、うん、この 3M っていうのを僕は大事にいつも思ってますので、なるほど、中小企業の方はですね、はい、この辺をしっかり見極めてやってもらったらいいと思います。わかりました。 3M、 はい、よろしくお願いします。